東京都が主催する東京フォワード2025シンポジウムにご参加いただきまして誠にありがとうございますご観覧の皆様方にご案内申し上げます本シンポジウムは都民ホールでの開催と同時に YouTube によるライブ配信も行っております YouTube をご覧の皆様方ですけれども通信環境の乱れによって映像を見ることができなくなった場合はお知らせしている URL より再度接続をしていただきますようよろしくお願いいたしますまた会場にご参加いただいておりますので皆様にお知らせいたしますお席はせっかくですので、まあ、皆様も前の方からお詰めいただいておりますがなるべく前の方から後ろの方お詰め合わせいただきますようお願いいたします また手話通訳、字幕映像をご希望の方は、スタッフまでお声がけください。舞台向かって左手、ちょうど私の隣に、この後手話通訳士が立って、皆様にその手話でお伝えをいたします。そして向かってひ右、右手側ですね、あちらのモニターがございます。あちらにには日本語語と英語による 字幕モニターを設置しております。そして、皆様、お手元の携帯電話およびスマートフォンは、マナーモードに設定していただきますよう、今一度ご確認ください。また、フラッシュなしでの写真撮影および30秒以内の動画撮影が可能となっておりますが、イベント進行の妨げにならないよう、ご配慮いただきますよう、お願いいたします。 ぜひお写真を撮られましたらハッシュタグ東京フォワード2025とつけて SNS に投稿してくださいシンポジウム開始は18時スタートを予定しております今しばらくお待ちくださいなお隣接する都政ギャラリーではブダペスト大会の興奮を蘇らせるユニフォームや競技用タイマーなどのほか いつでも、どこでも、誰とでもコミュニケーションを実現するユニバーサルコミュニケーションの機器を展示しております。シンポジウム終了後も20時まで展示しておりますので、足をお運びください。それでは開始まで、今しばらくお待ちください。 東京都が主催する東京フォワード二ゼロ二5シンポジウムにご参加いただきまして誠にありがとうございます私は本日司会進行を務めさせていただきます森山和葉と申しますどうぞよろしくお願いいたしますさて開演に先立ってまして皆様にご案内を申し上げます本シンポジウムは 都民ホールでの開催と同時に、YouTube によるライブ配信を行っています。YouTube をご覧の皆様方、通信環境の乱れによって映像を見ることができなくなった場合は、お知らせをしている URL に再度接続をしていただきますようお願いいたします。また、会場にお越しのお客様にご案内申し上げます。手話通訳、ちょうど私のすぐ隣で、 ごご案内ししてててくくだだささっておりまますが手話通訳とそして字幕映像をご希望の方はスタッフまでお声掛けくださいえ舞台向かってちょうど左手側ですねちょうど皆様のもう今このリアルタイムで手話通訳をしてくださっておりますけれどもずっとこの会期中お話をしてくださいますそして舞台向かって右手側には日本語と英語による字幕モニターを設置しております 携帯電話及びスマートフォンはマナーボードにしていただきますようお願いいたします。また、フラッシュなしでの写真撮影を行うことができます。30秒以内の動画撮影も可能ですが、イベント進行の妨げにならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。そして、撮影しました画像は、ハッシュタグ東京フォワード 2025をつけて SNS にぜひ投稿してくださいなお隣接する土星ギャラリーではブダペスト大会の興奮を蘇みらせるユニフォームや競技用タイマーなどのほかいつでもどこでも誰とでもコミュニケーションを実現するユニバーサルコミュニケーションの機器を展示しておりますシンポジウム終了後20時まで展示しておりますのでぜひ足をお運びください さて、2025年、東京の国立競技場を舞台に世界陸上競技選手権大会が開催されます。世界陸上は2年ごとに開催されますが、陸上競技としては、オリンピックと並ぶ世界最高峰の大会です。陸上競技の東京大会は、1991年大会以来、34年ぶり、日本では3回目の 開催となり、男女合わせて49種目、約210の国と地域から2000人もの選手が東京にやってきます。また、同年には、聴覚に障害を持つデフアスリートの国際総合スポーツ大会であるデフリンピックも東京で開催されます。東京2025デフリンピックは、大会100周年を記念すべき大会となり、 日本では初めての開催となります2025年世界陸上とデフリンピックこの二つの大会が東京を熱くします本シンポジウムでは世界陸上の東京開催2年前を記念し8月にハンガリーのブダベストで開催された世界陸上に出場された選手をゲストにお招きして 大会の振り返りを通じて、感動を分かち合うとともに、その熱気を東京大会へとつなげていきます。また、第3部では、有識者やディフリピアンにもご参加いただきまして、国際スポーツ大会がどんなことを東京にもたらしてくれるのか、ディスカッションしていただきます。まもなく開催となりますので、お席におつきいただきまして、今しばらくお待ちください。 皆様、大変長らくお待たせいたしました。これより、東京フォワード2025シンポジウムを開催いたします。シンポジウム開催にあたり、主催者である東京都の小池都知事よりご挨拶させていただきます。小池都知事、どうぞよろしくお願いいたします。 皆様、ま、こんばんは、えー、小池でございます。本日は東京フォワード二ゼロ二五シンポジウムに、えー、多くの皆様方ご参加いただきまして誠にありがとうございます。えー、さあ今日九月十三日、えー、東京二ゼロ二五世界陸上の開催までちょうど二年ということになります。 さらに同じ2025年ですけれどもこちらデフリンピックも開催をする予定といたしております私もあの世界陸上行ってまいりましたブダペスト大会ま世界最高峰のアスリートの皆さんが本当に躍動しておられて大変な盛り上がりを見せてくれていましたちょっと暑かったですけどね そして今日はですねその大会にも出場されました田中臣選手そして山西俊一選手が大会の感動そして東京大会への思いを語っていただけるものと期待をいたしておりますそしてデフリンピアンの高田裕二選手も来てくださっていますスポーツの素晴らしさを感じて 東京大会への期待をととも高めていきたいと存じます世界陸上、来年、パリで開催されますオリンピックを経まして、早いですね、もう来年なんですからね、えー、そしてそのパリ大会を経まして、えー、都は WA、 東京2025世界陸上財団そして日本陸上競技連盟と密接に連携して大会を開催することとなります、えー、ぜひとも今度は国立競技場満員にして世界のアスリートを間近で応援していただきたいと思います 特にお子、えー、さんたちにはです、ね、世界最高レベルの競技を実際に見ていただいてそのすごさを体感してもらいたいものだと心から願っております、えー、そして世界の人々を東京ならではの魅力そしておもてなしでお迎えをできるように準備を進めてまいります、えー、どうぞみんなで2025年 大いに盛り上げて二つの大会を成功に導いてまいりましょうどうぞよろしくお願い申し上げます冒頭のご挨拶とさせていただきますありがとうございます小池都知事どうもありがとうございましたそれでは早速プログラムを進めてまいりたいと思います第一部はブダフスト2023年 世界陸上出場アスリートトークショーです。まずは登壇者のご紹介です。ブダベスト大会に出場されました女子1500メートル、5000メートルの田中望美選手、男子20キロ競歩山西俊和選手、また2 0 1 0 2 0 9年のベルリン世界陸上で女子5000メートルに出場されました小林由里子さんどうぞお入りください。 どうぞおかけくださいませさああの3人の方がいらっしゃいますと空気がぐっと変わりますねそれでは最初に私の方から3人のプロフィールをご紹介いたしましょうまずは田中希美選手からです兵庫県出身ですブダペスト2023世界陸上女子1 5 0 0メートル5 0 0 0メートル日本代表 中距離走長距離走を専門とし、女子1000メートル、1500メートル、3000メートル、5000メートルの日本記録保持者です。東京2020オリンピックに、同種目において、オリンピックでの日本女子選手として初出場を達成するとともに、日本女子初の3分台を記録しました。 また、女子1500メートル日本記録を2020年の陸上成功グランプリで更新しブダペスト2023世界陸上では女子5000メートルで日本記録を14秒以上更新8位という成績で26年ぶりに優勝に輝いたのは記憶に新しいところですね。そしてなんと つい先日行われましたダイヤモンドリーグではさらに約8秒自らの日本記録を更新しましたさあ続いて山西俊和選手ですブダペスト2023世界陸上男子20キロ競歩日本代表選手ですドーハ2019世界陸上 続くオレゴン2022世界陸上では日本勢として初の2大会連続の金メダルを獲得しました連覇を目指したパダペスト2023世界陸上では24位という結果に終わりましたがシンプルに強くなるのみと最高を目指しています最後に小林由里子さんです元陸上競技選手中距離走長距離走の選手です 2006年当時高校3年生で女子1 5 0 0ル日本記録を樹立しました以降14年間記録を保っていてその後北京2008オリンピックにも出場するなど日本陸上界の中距離走長距離走において第一線をリードする存在となりましたベルリン2009世界陸上では女子5 0 0 0ルに出場し 決勝進出しましまた2015年の現役引退後はスポーツコメンテーターとしての活躍のほか一般社団法人日本パラ陸上競技連盟理事も務めていらっしゃいます。ということで本日は皆様どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。お願いします さてここからのお時間は田中選手とも親交が深くて陸上競技を長きにわたって関わり応援してくださいました小林さんに親交をお任せいたしますどうぞよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いしますもうむちゃくちゃ緊張してるんですけれどもお願いしますえ今日は世界 頂点、世界一を知る男、山西選手と今、成長曲線がもう著しい、ね、勢いが止まらない、田中希実選手にお越しいただきました大変お忙しい中、ありがとうございますよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいしますはい、ありがとうございますもう先ほどの映像で続ク,クしたんですけれどもね素晴らしい映像流れましたが私、あの時、日本で見てまして次は絶対現地に行くって意気込んでました 次東京やとあの気づきましてワクワクドキドキ2年後行われるということでえ今日は私がしゃべりすぎると時間がないですのでインタビュー早速入っていきたいと思いますよろしくお願いしますえまずは豚ベスト大会振り返りましてえ感想えどうやったかっていうのを振り返っていただきたいんですけれども田中選手からお願いしますはい、えっとああ私は もともと今回の世界陸上も1 5 0 0ルと5 0 0 0ルの2種目という形でその2種目で決勝に残るということを目標にしていかせていただいていたので、まあ、1 5 0 0ルは少し悔しかったかなというのはいまだに残っているんですけどそれでも何も残さずに帰るんじゃなくて5 0 0 0ルで何か形になる入賞というのは残せて帰ってこられたのはすごく良かったなと。まあ これかからの弾みにななっったかなと思っています日本記録は狙っていたのかそれともいいつかかかか出ると思っってたた記録だったのかいかがですかとその予選で出せたの37秒っていうのは,それ,はそれぐらいではいつか走れるようになりたいっていうのは常に何年も前から思ってはいたので、まあ、いつか出るっていうことは信じてたんですけどでもどのタイミングで出るかっていうのは。 まあ誰にもわからないことなので、まあ、その葛藤とかはあったんですけどその今回も日本記録を目指してたっていうよりは 1500m で準決落ちしたショックの方が大きかったので、まあ、決勝次 5000m の決勝に残るっていう実感さえも持てなくなってたので、まあ、それでも、まあ、もし決勝に 5000m も残れなかったとしても 予選落ちでも何か残せるものがあるとしたら日本記録ぐらいしかないかなというのは思ってはいてでも、ただそこで日本記録という目標にシフトしたわけではなくて、まあ、そういう精神状態で臨んでたという形で,でしたありがとうございます。この後じっくり伺いたいいいたと思いますす山内選手かかがですか はいえー、3連覇というのが1つ、まあ、あのいろんな方からも言っていただきあの応援していただきながらあの出場したんですけれども、まあ、残念ながら今回はちょっと思ったようなパフォーマンスができずです、ねまあ、悔しい思いを増、えー、しましたただ、まあ、来年以降のパリオリンピックであるとかそ,のそれこそ2年後の東京世界陸上を見た時にこう、えーまあ、いろいろとこれまで経験させていただいた中でも一番こうシンプルにというか原点に。 帰ってきてき、ね、大事なことが何かということであるとか今の自分に何が足りないかというところをこう見つめられるようなそんなきっかけになるレースでもあったと思うので、えー、これをまた次の、えー、機会に生かしていくことが、えーまあ、結果的にあ,のあ,とあとから振り返ったら、まあ、あのレースにもこういう意味があったなと言えるようなあの風になればいいんじゃないかなと思っていますドーハでそしてその後東京があってでオレゴン。 で今回があってパリっていう変化をこう楽しんでるこう常に、ね、思考停止ではなく常に前を、ね、あの向いて、えー、歩き続ける山西選手の姿すごく印象的なんですけれどもお二人の共通点として今回、スタート時間が直前にに変更になりました特に山西選手はいつのタイミングで変更が知らされたんですか はいえー、と陸上でいうとそのいわゆるコールといいますか招集ですね、はい、あのゼッケンを前につけて、後ろにもつけて、審判の人に確認をしてもらって、あとはじゃあスタートラインに入っていこうっていうののちょっと手前ですね、並んで、さあ、あと10分、20分ぐらいしたらっていうところで、雨が降りますので、はい。 そんなことある、ウォーミングアップの前かと思ってたんですけれども、もうスタート、あと切るだけっていう状況の時時に間でしうもう水、これ最後やと思って、ちょっと飲んで、口湿めらして、よしって、この水をもう飲むことはないと思って、置いて、おいて、なんかその、足にチップがついてるので、そのチップの動作確認のラインをあと、超えるだけみたいなところで、ちょっとね、その時の心境ってどうだったんですか まあまずそのまあ英語で喋って笑えるので、はい。こうまずなんでやないな、はい、なんでやなっていう話ですよね。はい、でなんか最初はこう危機残しようかなと思ったんですけど、はい、まあどうやらこれから雨が強く降ってこう雷が鳴るっていう話だったんで、うん、まあしょうがないですねっていう,うわ。わしょうがないと仕方ないという感じで。そうです、ね。二時間はどう過ごされたんですか。ええまあ二時間と言ってももう言ってる場に。 1>, 1時間ちょっと経てばもうまたアップを軽くして、はい、また招集をしなければいけないので、はい、まあ実質ゆっくりしているのは1時間ちょっとなんですけどマットを敷いてです、ね、少しその上で横になってこう体を触っていたりとかちょっと音楽を聴いていたりとかこう他の選手と喋ったりしながら時間をししていましたあ今回の,あの大会の3カ所がルービックキューブで。 伺ったんですけれども、それはしてたわけではないんですね。さすがに会場までは持っていかなかったですね。はい、ホテルの部屋で遊んでましたけど。部屋で遊んでたというのは全面揃えれるんですか <laughs>。ちょっとだけ小学校の頃少し触ってですね。はいまあ、あの、こんなん本物の人に言ったら,怒られる、あの、笑われるんですけど、一応一分ぐらいでは、なんとか。はい。<laughs> すごい。もう、これがなんか山西選手のね、なんか、ヒョ柄が現れてるんですけれども、小学校の時に習得して。 一面だったら揃えれるんですけれども、これはいやでもそれはまあ、まあ、はい素晴らしいと思います。素晴らしいですか？ありがとうございます。まずは一面からです、はい。まずは一面から。わ、はい、<laughs> かります。コツコツ頑張ります。<laughs> すいません、何の話やとそれましたけれども、あの時間の変更で言いますと、田中選手は、えー、午前中のレースが夜に変わったんですけれども、その夜のレースでまさに日本記録が誕生したんですね。いかがですか？その時間が変更されたということに関して。 まあそ,うですね、そのことが知らされたタイミングとしては私の場合はその前日の練習が終わってからでその前日の練習もその翌日のレースがお昼ぐらいと聞いていたので、まあ、お昼ぐらいのちょっと暑い時間を経験しておこうというのでお昼ぐらいに練習して帰ってきてのところで知らされたので体的にもそのレースまでの時間がすごく。 開けれるというかいつもだったら夕方にやる練習をもう昼で終わらせてきてたので、まあ、そこの体的にもまメリットはあるんですけど、まあ、精神的な部分で私はすごく引きずるタイプでその前日の時点でまだ全然その1500のことでふんぎりがついてなかったし 5000m に向かう心境では全然なかったので,でも少しでもその時間が解決してくれる部分は精神的なものは大きいと思うので。 まあちょっとでも半日でもまあ伸びてくれたっていうのはありがたいというか自分にとってはちょっと追い風だなっていうのはその時は感じましたその時間は結構自分と向き合う時間に当てたりとかもう1回精神的にこう、ね、あのどういう目標にどういう走りしようかっていうのを1500回切り替える時間になったわけなんですね。そうですね、はあ、でまさに午前中だったらもしかしたららももししかペースも スローだったかもしれないいろんなことを考えると条件がすべて揃ったっていうある意味、運も味方してくれたっていうかもことかもしれないですね。そうですねお昼だったらやっぱり気温もあって、うん、ハッサン選手も自重したかもしれないのであんなハイペースな展開に夜じゃなかったらなってなかったんじゃないかなと思います精神的に結構追い詰められてたんですか 1500m が終わった後っていうのは。の、まあのその 1500の準決落ちで、まあ、落ち込んでたって部分もあるんですけど1500自体も,もう予選の前から常に落ち込んでてそのやっぱブダペストにかける思いが強すぎて去年のオレゴンが悔しすぎてそのトラウマというか1500の予選の時点から全然そのちゃんと迎えてなかったし1500の予選を突破できても準決に向けてまた気持ちを切り替えるということもできてなかったので。なるほど 3大会目ということでお二人とも3大会目という私1大会しか出場してないんですけれどもこの3大会の調整方法というのはまず田中選手から全く同じ方法だったのかきっとそうではないですよねケニアに今回行かれたという新しいこう風を入れたという刺激を入れたと思うんですけれどケニアでの経験っていかがでしたかそううですすね、まあ、私にととっっててはすごく、まあ、合いる土地という かまあ、去年も一、まあ、回、その秋ぐらいに、まあ、お試し期間みたいな形で行って、まあ、その時もすごくあっててその手応えは得られたんですけど去年の秋以降はケニアの後もそんなに結果が出なくてでも、もう一回その今回、まあ、日本選手権前ぐらいにケニアにもう一回行って、まあ、その去年以上のことをやろうと 思ってじっくりトレーニングが、まあ、現地の選手たちと厳しい練習もできたしふ、まあ、普段の生活はすごくゆったりしているので日本にいる時よりはすごく、まあ、自分らしくいられるというかゆったりとリラックスして過ごせるという、まあ、練習もメリットなんですけどそういう生活面とかも、まあ、食事もすごく合っているしそれが私にとっては練習は結構原始的な練習なんですかそれともこう 日本の練習って、もうタイムに追われると言いますか。数字の世界ね。何メートルって距離を大事にしたり、数字を追いかけますけれども、そんな感じではない練習なんですか。そうですね。もう本当に、まあ、場所とかも全然、まあ、日によって変えていて、日本だと結構もうその決められている場所っていうのは多いんですけど、ケニアだともうかなりその土の不整地を走る日とか、はい、ガタガタのその今。 コンクリートロードというかアスファルとかなんかそういう車が走るような道を走る時もあればそのトラックでタータンではあるんですけどもうだいぶ劣化してタータンではなくなってる感じのトラックで練習したりとかいろんな路面で練習するっていうのも原始的なんですけどまあそういう不整地とかでファルトレックもファルトレックっていう変わった練習をするんですけどそれもタイムを 距離とタイムを決めているわけじゃなくてその日本だとトラックで1周何秒とかって決めてやるんですけど、はい、不整地のファルトレックでは、まあ、1分早く走って1分ゆっくり走ってみたいな交互でまあ何メートル走,る走れるかっていうのもそんな多分、測ってなくて、うん、感覚に任せててやってますなるほど。 食事が美味しいって言われてましたけどまさに強さの秘訣ってそこもあって日本の選手って結構繊細で日本食持っていかないといけないあこれ私だったらうなぎを持って行ってたんですけど試合前にで1個しか持って行ってなかったんで予選落ちしたんですけれども2個持って行っとったらよかったと思うんですけれども,もう何も持っていかない田中選手はもうねそこの現地のものでもういつでも何でもこう、ね、対応できるっていうその精神力の強さってあすごく大事だなって引退して気づきました。はい、あの山西選手 この3大会の調整方法っていうのは基本は同じリズムなんですかそうです、ね、大きくは変わっていないいなと思います、はいまあ、もちろんあの1回目出場した時は23歳で、はい、今今年27ですかね <laughs>、まあ、なのでちょっとずつこう <laughs> 年は重ねてきている、まあ、もちろんあのこれからもまだまだとかもっとベテラン選手はいる中ではあるんですけれども、はい、でもまあ少しずつこう年齢とその。 かその時々の体調を見ながらこう微調整をしているような、うん、そんな感じです大きな流れとしてはあの基本的には同じかなと思います競歩は試合数がもう頻繁にあるわけじゃないので一番大事なのは冬だっておっしゃられてたんですね、土台を作る、単年期ってこうもうなんかあの泥臭いというか結構きつい練習が毎日続いて試合もない中で本来なら精神的にきつくなると思うんですけどなんか楽しまれてるイメージがあるんですけど。 いかかがですかその時期っていうのはそうですねやっぱり単錬期が一番その新しいことを試すとか、はい、え根本的なところに着手する時期だと思いますなので、えー、逆にその試合が近づいてしまうといよいよこうやれることとか変える部分というのはこう枝葉の部分といいますかあの限定的になっていくので大きなモデルチェンジ大きなあのトライをするという時は。 やっぱりその鍛錬期から仕込んでいく最初の「鍛錬記」の最初から仕込んでいくのでそこはすごくなんでその大きな構想とかあの大きなスパンで物事をこう変えられるのでそこはすごくなのでこうワクワクするというかあの楽しみの種をこう埋めて、はい、それが夏にこういい感じになったらいいなみたいなそんなそんな時間ですね。ある意味いろんなことを試せる時間でもあるっていうことでまこの あとのシーズンがまさにそうなっていくという感じで思ってていいですかそうですすかそうね、はい、ここから、まあ、ちょうど僕はブダペストの2 0キロで一旦今年のレースを、まあ、大きなレースはもうないので、はいえー、来年2月の国内選考パリオリンピックの選考と来年のパリの、えー、本番を一つ大きなポイントとしていますのでそこに向けて今からや今ちょっとやっていることがとかこれからやっていくことが、はい、あの大事かなと思っています。レース前の この調子の良さっていうのは何か確認方法って田中選手ありますか今日は、いけるんちゃうかっていうような、えっと、私は最近はもも上げとかをアップ前に動き作りとかで入れるんですけど、うん、まあそれがしんどくなければそんな大した、まあ、量はしないんですけどちょっとまあもも上げ的な動きをすることで。はいまあ それがしんどくなければ、まあ調子悪くはないっていう。わすごい指標、うん、面白いですね。走るリズムとかでもも上げ、山西選手はありますか？特にないですかね。えーまあ、か大きくはないです。ただその練習、例えば練習をしているときに、はい、自分のその感覚、体感のしんどさと、うんえー、ペースがこう合ってくるとか、はい、より速いペースでもこうちょっと楽になっていくっていうような段階をこう。 数週間単位でしていくような。そんなことはあると思いますね。逆にレース後とかにこう。メガネがこうずれたりとか、はい、あの帽子が胃がむいたりとかっていうのはありますあ。あ、そうですね。今回もしかしたらまあ、ブダペストでもあったんですけど、ちょっとこう。帽子がなんかなんでしょうね。ま,、はい、まあ正面にこう唾があったらいいんですけど、はい、ちょっとこうなってる時があって。 なんか多分どこか体のこうバランスが良くなかったりとかこう調子がよくないっていうのもそういうところに現れると思うのであの今後もし僕のレースを見る機会があったら皆さんぜひチェックをしてですね面白い<の>聞いてみるもんですね飛ばしてください、いが<え>んでるぞと <laughs> <laughs> そんなお二人自分自身の性格をどんな感じに捉えられてますかじゃあ山西選手 そうですね。はい、まあ、一番はやっぱりでも負けず嫌いなところがあるのかなと思います。負けず嫌い。はい、そこは、はい、そうですね。一番根元かなと。はい、田中選手いかがですか。と、私も、その負けず嫌いと通じる部分なんですけど、しつこいっていう。部分と、まあ、ちょっとあの弱なところと、二つかなと思います。<laughs> え、なんでこうなるのかなって、こう探求する性格ですよね。そうですね。でも、お二人とも、そこはすごく共通している。 のところだと思うんですけれどもこの世界的なあところでこう結果を出す日本記録を出す優勝するっていうのはなかなか日本人できることでないというか日本で結果は出るけど海外に行くとっていうのが多いと思うんですけど今回ものぞみちゃんも田中選手もなんですけど全然満足してないんですよね。どういういい意識でで今いるんですかね、えっとまあ、やっぱりこん、まあ 今もそのシーズンの中に私の場合はいるからかもしれないんですけどこの後もまたその次のレースに向けてアメリカに戻っていくのでなんかまだ全然その喜ぶ境地になってなくて記録とかもそのなんだろう、まあ、世界陸上とかもこの前のダイヤモンドリーグとかも通過点というふうに捉えていてあまり嬉しさとか喜びというのは今のところ なないかなと思ってます先ほど「控え室」でもお二人がねあの共感してたワードが自分の当たり前を上げていくというか世界の当たり前と自分の当たり前のギャップをこう埋めていくっていうことをああそうそうそうみたいなそこに入れなかった私なんですけれども <laughs>、はい、あとそういったあの心構えってすごく必要なんだと思いました。 はいといととうことで大変心苦しいんですけれどももうお時間が来てしまいましてはいもうまだまだ聞きたいことばかりなんですけれどもいよいよ2年後世界陸上が東京ということなんですけどお二人はどんなお気持ちですか山西選手。そうですね、えーとまあ、特に東京オリンピックではあの無観客だったり僕は札幌の会場でレースをしたので東京でレースができるというのは一つ楽しみですし、はいまあ、今年、来年とこう試していったことが。こう パフォーマンスになってくれたらいいな。それをまあ、あの注ぎ込んだパフォーマンスをしたいと思いますので、えー、頑張ります。はい、ありがとうございます。2年後、東京、田中選手、いかがですか。と、私も、まあ、国立での国際大会っていうのは。2回目にはなるんですけど、前のオリンピックの時には、客席は無観、無観客だったので。うん、まあ、次は、その、もう満員の、か、もう客席の中を。 スタジアムを駆け抜けてそれをいろんな身近な人にも目の前で見ていただけたら嬉しいなと思ってますはいありがとうございます来年のパリ2024オリンピックを経まして2年後の9月13日ちょうど今日ですね2年後ここ東京で世界陸上が開幕するわけなんですね一回りも二回りも強くなられたお二人の姿を見られるの本当に 東京だけではなく、日本中が楽しみにしております。最後に2025年の東京世界陸上に向けまして、えー、思いをですね、いただきたいんですけれども、お二人にはフリップで発表していただきたいと思います。ご準備お願いします。さあ、なんて書かれたんでしょうか。えー、では、まずは山西選手、どうぞ。えー、理想を追うと、えー、書かせていただきました。 もちろん順位とかタイムとか数字というのも大事なんですけれども、えー、ここから試していくことであるとか、こう自分がやりたいことというのをこうとことん突き詰めていって、それが、えー、自分のレースであるとか、あのまあ、歩きというんですかね、パフォーマンスにこう、えー、現れてくれたらいいんじゃないかなと思いますはいありがとうございます。続いて田中選手どうぞ 私は感謝っていう言葉を選んだんですけどと、まあ、さっきの、まあ、表現というか言葉にも通じるんですけど、まあ、と次の東京の世界陸上は、まあ、観客の方がいらっしゃるということで身近な方もたくさん、まあ、駆けつけてくれるだろうなっていう部分で自分はすごく今から楽しみにしてるんですけど。 まあそこでまあ、その先も私の競技人生は続けていきたいなとは思ってるんですけど、ま1、あ、つのその感謝の区切りといいますか？まあ、東京世界陸上でまあ、今まで自分がやってきたことをまた大きく表現するして感謝を表す場にしたいなと思ってます。ありがとうございます。はい、なんとですね。このお二人に書いていただいたフリップ。本日会場にお越しいただいたお客様に。 プレゼンとい,、はい、<laughs> いうことで 2>, <laughs> 2枚ですので、えー、ラッキーな当選者のお二人ということになりますねどなたかといいますと受付でお配りしました東京フォワード2025のチラシの左上に丸い赤色または青色 のシールが貼ってあるんですけれどもいらっしゃいますかあお二人あっ赤とあ、いらっしゃいますはいおめでとうございます当たりましたよはいお帰りの際に受付にてそのチラシを見せていただければこちらのフリップにそれぞれのサインを入れてお渡しすることになっておりますのでえチラシをなくさずお忘れなく、えー、お越しください はいありがとうございますえそれでは改めまして田中選手山西選手貴重なお話をありがとうございました田中選手山西選手小林さんどうもありがとうございましたさてせっかく3人がお揃いでいらっしゃいますので最後に記念撮影を行いたいと思いますいかがですかよろしいでしょうかはい さて会場の皆様方、ご観覧中の皆様もよろしければお手元のカメラをご用意いただきまして、よろしければお写真撮影、一緒にお楽しみください。なお、後方の方に師匠が出ないように席、座ったままでお願いいたしますね。私が東京フォーードとと言いましたらちょっとポーズをつけて いいいたただきたいと思いますちょっと練習をしたいと思うんですけれども2025と言いましたらその声に合わせて右手をこう開けていただくような感じでよろしいでしょうかねはいありがとうございますゃ会場の皆さんもちょっと一回練習したいと思いますので掛け声をお願いいたしますねではまいりましょう「東京フォワード2025」<laughs> さあちょっと皆様ちょっと照れているようなそれともカメラの撮影に夢中になっているようですけどどうぞよかったら一緒に掛け声をお願いいたしますそれでは本番参ります東京フォワード二20 2025よろしいでしょうかさあそれではですねメディアの方もいらっしゃいますのであのー、選手の皆様どうぞ向かって 左手側ですね。はい、あちらの奥の方からお願いいたしますね。はい。では、あの選手の方向かって、左手の方のお客様に向かって。はい、そうです。向かっていただきます。お願いします。ポーズお願いします。はい、よろしいでしょうか。 はいでは今度はですねこちらのお客様が待っていらっしゃいますのではいちょっと向きを変えていただきましてありがとうございますはいではお願いしますはい皆様よろしいでしょうかメディアの方いかがでしょうかよろしければなるっとしていただけますか はいメディアの方いかがですかはい大丈夫ですかありがとうございましたはいではあの皆様ご協力いただきましてありがとうございますではですねお三方はこの後第3部のディスカッションの方にもご参加いただきますので、えー、ぜひですね皆様も楽しみにしていてくださいでは改めまして田中選手山西選手小林さんに大きな拍手をお送りくださいありがとうございました こちらで第1部ブダベスト2023世界陸上出場アスリートトークショーを終了させていただきますさあそれではここからのコーナーは第2部となります続きましての第2部はダンスとパントマイムを融合させたパフォーマンスデュオガビジによるスペシャルパフォーマンスです では、こちらのパフォーマンスなんですけれども、動画の撮影はお控えいただきますよう、お願いいたします。写真の撮影のみ可能となります。撮影されましたお写真は、ハッシュタグ東京フォワード2025をつけて、ぜひ SNS で投稿していただきますよう、お願いいたします。えでは、ここで簡単にガベジのご紹介をさせていただきましょう。ガベジは、マサさんとヒトシさんによるパフォーマンスデュオです。 2021年東京2020オリンピック開会式のピクトグラムパフォーマンスに出演して大きな注目を集めましたまた先日韓国の釜山国際コメディーフェスティバルで海外アーティスト最優秀賞を受賞したリオですさあそれではガビジさんどうぞ

そして配信でご覧いただいている皆様も楽しんでいただけましたでしょうかバンタマ MDO ガベージのお二人のパフォーマンスでしたそれでは続いて第3部のパネルディスカッションに移りたいと思いますステージの準備をいたしますので今しばらくお待ちください 申し上げます、えー、皆様お写真の撮影は ok ということで撮影していただいた方多いかと思いますけれどぜひハッシュタグ東京フォワード2025をつけて sns で投稿していただけましたらと思いますどうぞ今のお時間でもぜひ投稿してみてください 大変お待たせいたしました準備が整いましたのでコーディネーターとパネリストの皆さんにご登場いただきます皆さんどうぞお越しください <laughs> どうぞお席におかけください ではブダペスト2023世界陸上出場アスリートをはじめ世界陸上の過去大会の出場経験者デフリピアンそして有識者を交えて国際スポーツ大会が東京にもたらすものをテーマにディスカッションを行いますそれでは最初にパネルディスカッションの出席者をご紹介いたしましょうまずは第1部から引き続きご登壇いただいております田中希実選手 山西俊和選手え <laughs> そして小林由里子さんです <laughs> 第三部もどうぞよろしくお願いいたしますさあそしてここからは立教大学スポーツベルネス学部教授 東京都スポーツ振興審議会会長の松尾哲也先生、また、元 NHK アナウンサーで、スポーツ実況なども数多くご経験され、現在は法政大学スポーツ健康学部教授で、日本陸上競技連盟指導者養成委員長である山本博先生にもご参加いただいております。 そしてさらに本日は東京2025世界陸上の開催2年前ですが同じ2年後の2025年もう一つ東京で開催される大会がありますよねそれがデデフフリリンピックデフアススーートのののためのスポーツの祭典ですそこで突然ですが拍手を手話でするとどのようになるか皆さんご存知ですか あ結構皆さんご存知ですねじゃあ初めてという方もいらっしゃるので一緒やってみましょうかでは両手を上げてくださいはいそして両手を上げてこうしてひら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 とあ綺きれいですねすごいですとてもよくできています皆さん本当最高ですばっちりですねさあそれでは本日はデフリンピックに4大会 連続で出場されているこの方にもご参加いただきます皆様盛大な手話の拍手でお迎えください高田裕二選手ですはい、ありがとうございます改めましてご紹介いたしましょう高田選手はデフ陸上の選手で400メートルハードルの日本代表として 北京2009大会、ソフィア2013大会、サムスン2017大会、カシアスドスル2021大会に4大会連続で出場していますまたデフリンピック日本代表選手として初のプロスポーツ選手でもあります高田選手本日はどうぞよろしくお願いいたしますお願いいたします それではここからのファシリテーターは松尾先生にお願いしたいと思います松尾先生どうぞよろしくお願いいたします皆さんこんばんはようこそおいでくださいました、えー、それではですね早速始めてまいりたいというふうに思います先ほどのトークショーもっと聞きたかったですよね本当にそう思いましたねで先ほどのトークショーをですねあのお聞きいただいていた高田さんですね高田さん今日あの今あのご紹介がありましたけれども高田さんはどうでしょう 今のさっきのトークショーをお聞きになってねどんなふうな感じをお持ちになったのか最初お聞きしたいと思いますいかがでしょうはい3人の方雲の上の方ですけれどもお話をしている内容を伺って考えていることが私たちと似ているところもたくさんあるなというふうに思いましたすごく身近に感じましたですので、まあ、2年後世界陸上東京大会 に向けてもっともっとファンになって待ってなってほしい、どん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 ん応援していきたいという気持ちが強くなりましたなるほど、ありがとうございます、ありがとうございました、<laughs> あ,ありがとうございます。さて、このシンポジウムのタイトルであります、東京フォワード2025という言葉の意味を皆さんご存知でいらっしゃいましょうか。 実はですねこれ2025年に、えー、陸上競技の最速最高最強を決める戦いである世界陸上そして世界中の,デ,アスあのデフアスリートがですね一堂に会しますデフリンピックこの2つの国際大会が東京で開催されますこの2つの大会はですね選手たちが全力で戦う姿に心を揺さぶられる瞬間ですとかさまざまな人がつながって力を合わせていこうという気持ち感動や興奮歓喜や みたいなことも含めてですね私たちにもたらしてくださりそして新しい夢と希望を持って2025年のその先の東京を一緒に作っていこうそういう思いがですねこの東京フォワード2025には込められているところでございますそこでその思いもですね大切にしながらディスカッションに入りたいと思いますけれどもこれは私の約束と申しましょうかどうしても聞きたい。 とといいいうところをです、ね、あの中心にテーマをいくつか準備させてたただきました最初のテーマはですねやっぱりこの競技を先ほども聞きましたけれどもスポーツを通じてやっぱり学んだことあるいは今スポーツで一番大切にしていることって何なんだろう私たちもスポーツを見たりやったりする時にですねやっぱりそういうことをどんなことを大切になさっているんだろうってその辺りのことをですねあのお聞きできればというふうに思っているところでございますさてそれではですねまず最初に田中さん いやいや先ほどもご紹介ありましたけれども、えー、この世界陸上も含めてですねの次のダイヤモンドリーグではなんと、えー、日本記録を塗り替えられて第3位になられましたですね本当におめでとうございましたありがとうございま,ざいました、えー、先ほどもですねスポーツの壁だとかその今の今まだ、えー、いわゆるこうシーズン中なんだとその中での一歩一歩先に進めていくことが重要だと思ってやっているとおっしゃってましたけれども どうなんでしょうその、えー、スポーツを通じて学んだことあるいはスポーツを行う上で大切にされてることっていうことについていかかがお考えですかそうですすそうねと私自身もまだ模索している部分は大きい多いんですけどと最近の中ではやっぱり大切なことはその自分自身が その走りたいっていう気持ちが一番大事で、うん、そのまた自分にとってはやっぱり走ることが生きることなんだな走ってる時間が一番自分らしい時間なんだなっていうのを、うん、まあ先日のブダペストで改めて再確認できてだからこそ,その走らないとじゃなくて走りたいっていう気持ちが一番大事で、うん、そこまではやっぱり。 まあそこの境地に至るまではブダペストまではその去年のオレゴンの世界陸上のトラウマとかもあったりしてやっぱり恐怖や不安の方が大きくてまあ自分を信じることもどうしてもできなかったのでまあそこがま,あまだアブダペストの時も引きずってはいたんですけどまあその時もまあたくさんの方に支えていただいてなんとか背中を押してくださって。 でまあ、それでもやっぱり1,500まではグズグズしてた自分がいたのでやっぱり何て言うかそういう自分が自分で余計嫌になってしまった部分もあったんですけど<ー>でもそこでまた潰れてしまったらそうやって背中を押してくれた人たちを裏切ることになってしまうから<ー>本当に自分が、まあ、変わらないとというか変わりたいと本当に思ったタイミングがブダペストだったかなと。 思いましてそれでまあやっぱり自分自身をに対する怒りを一旦捨ててまあ許さないといけないっていうそれにあたってはやっぱりいろんな背中を押してくれる人たちの言葉を信じることが一番でまあ自分のことは最後までまあ走り出すまで信じることはやっぱりできなかったんですけどまあ走りながらハッサン選手の背中の。 なので、まあ、やっぱり最後までつけるか何回も不安が来たんですけどその度にその、まあ、自分のことを信じろって言ってくださったたくさんの方の言葉を信じようっていうことを思いながら走ってたらあの記録が出たのであ<ー>、まあ、やっぱり、まあ、そういう自分を許すこととそれにはもう他者の存在が必要不可欠であることと。まあ だからこそ,その自分は走り続けられていてこれからも走りたいんだということをまあ再確認することができて今はそれがやっぱり大事だなと思ってます。なななるほどどやっぱりあのどうしてもこう勝たなければならとない,なない,いう思いがやっぱりどうししてもまますでしょで来ますでょよねそれに対していやいや本当にやんなきゃいけないけど私はそれをやりたいのかやりたくないのかという問いをは,はせられたというお話もされてましたけどいかがでしょう、はい やっぱり去年の,そのオレゴンも3種目で挑戦したのはやっぱり結果より家庭が大事ってことを示したかったのにまあそれがでもやっぱりそのトラウマとして残ったってことは自分自身がやっぱり結果を一番追い求めていたんだなっていうのは思ってでもやっぱり家庭が大事なのか結果が大事なのかが本当に分からなくなってきてでもまあ最終的には結局はその結果も 家庭もすっ飛ばして、うん、とにかく自分がどうしたいか家庭、まあの,のためにやってるとか結果のためにやってるとかじゃなくってその時の自分のやりたい何がやりたいかっていう気持ちに、まあ、正直になることが大事でそれに。 伴って過程も結果も生まれるんだなというふうに思いました。なるほどね。ありがとうございます。ありがとうございました。山内選手、その山下選手は先ほどのあの世界選手権で二連覇っていうね異を成し遂げられて素晴らしい成績を残しておられるわけですけれども、この前の豚ベストでのっていうことも先ほどおっしゃってましたけれども、そのそれも含めて競歩で学んだこと、あるいは今一番大切にしようとされていることって何なんでしょう。そうですね。 ま,あまず競歩という種目に僕が出会ってまあ一番まず最初に思うことが自,自分がこんだけ活躍できるスポーツがあるんだなということですね。それほどこういわゆるスポーツ万能なタイプの子供ではありませんでしたのでえまずそこの子あここだったら自分もこういう分野で戦えるんだというその驚きはすごく大きかったです。あとはまあ今 楽ししみにというかこうやってていることとしてはやっぱりでも、まあ、結果家庭今おっしゃったようなこともたくさんありますけれどもまずやっぱりその今この瞬間をこうどうなんでしょうね今楽しめてるっていうと表現はちょっとくなんかあ、まあ、緩すぎるなと思うんですけどどれだけこう味わえているかだと思うんですよねなんかえっ、ー、とうん。 あれやこれやしながらも、まあ、あれこれこう苦しみながらもちょっとだけその余裕を感じられるだけの幅を持てているかとか、うん、その幅の中でこうほんの少しだけちょっとこうやってみようとかっていう遊びを出せるかとか、うん、そういう、えーまあ、僕はなので競歩を通してすごくこう体で遊ぶことを覚えたというかこういうふうに体を使ってなんかいろんなことをするっていうのが。 こうある種スポーツの面白さなんだなっていうのはすごく感じました逆にこうそれまではあんまりそういうことを考えずにただうまくいくうまくいかないなんか苦手だ得意だっていうその物差しでしかこう自分のスポーツを評価できなかったのでそれはまあ一つこう競歩に出会って変わったことかなと思います。でもう一つスポーツをやる上で競歩をやる上でのなんか自分なりの流儀みたいなここだけは大事にしてここだけは譲らないみたいなものっていうのはあるんですか そそんななにそれはないですかねで,すかでもやっぱり <laughs> <う>あの負けず嫌いな部分がありますので<ー>先ほど特集にも少し話させてもらったんですけどそこが一番かなと自分がここだと思った分野フィールドで、えー、負けないような。 努力をすすするることだととだ思いいままなねありがとうございます小林さん今あのいつも私もテレビで拝見しててですねその頃早速という走りがすごくあのあ印象に残っておるんですけれども、まあ、あの選手時代も振り返られてあるいは先ほどのお話をいろいろお聞きになっててですねやっぱりスポーツでやっぱり向に向き合う時に一番大切にしなきゃいけないなとかこういうことやっぱ大事にしてやってきたし大事にしてやってほしいなっていうことがあったらあの教えていただけますか 田中選手が同種目で今、活躍し,、うんね、しておりましてその中で感じることが本当に限界を作らないというところだと思います14分の壁をこう15分の壁を突破したときに、うん、1500m もそうです新しい4分の壁を突破したときにすごい景色を見せてもらって、うん、あここまでいけるだなんて私、自分自身を信じたことがなかったんですよね。うん、で世界陸上で番番最高が11番、うん じゃあ次自分の目標は何かって8番になってくるわけなんですけど、うん、いや無理ですよねみたいなのが正直自分自身にあって、うん、っていうのが8人中7人がアフリカ勢ケニア人とエチオピア人が7人占めてた現実があったのでああそこに立ち入れないっていう自分が正直ありました、うん、なのでそこから先を描けなかったので目標を見失うと現状維持すら難しくなるということを学ばしてもらいまして、うんまあ、ゆくゆく時間はかかって えー、かかったんですけどその世界で入賞して8番の一緒に走った選手は世界記録を作りました、うん、ゲンゼベ・リババ選手という選手なんですけれどもあのそういう姿を引退して目の当たりにした時に、うんはあ、諦めない。 ね、あのそこを本当に自分を信じるっていうのをすごく大事なことだとだ学びました、うんうん、あとは今はもう陸上に対して、うん、あの子どもも3人いる子育てしてるんですけれども <laughs> そこでこうつながることはあの個人競技なんですよ陸上って。だ、うん、けれども上に行こうと思うと人に甘えないといけないし、うん、助けてもらわないといけないし、うん、弱音も吐く存在の誰かがいないといけないし、うん、人の存在なしではこう上には上がっていけなかったので。 やっぱり個人競技ってそれを感じているので<ー>普段の生活でもそういう人の存在っていう支えとか、はい、そういうのはすごく甘えていいかなとかあの、はい、頼りにこうする人を探したりみたいな縁を大事にするようになりましたね。人にやっぱりこうできないことに対して委ねる部分とかをお聞きする部分とか、はい、そういう部分がやっぱり大切なんですか はあ、いや田中さんちょっとその辺もひ一言だけ加えていただけると、はい、そうですね私も百合子さんと性格的にすごく似てる部分があるので、はい、もう本当に弱音とかはもう吐かないとやってられないっていう感じですねだからそういうやっぱりこう聞いてくださる方がそばにいてでそれで大丈夫だよっていうことを言ってくださることでやっぱパワーもらうとそういうことですか、はいあとまあ、逆にに私はややっっぱぱりゆりりさんにも弱音を吐いたりとかして まあ、なかなか世界陸上とかオリンピックに出てる選手同士で悩みを聞いてもらえるっていうのはなかなかないことなので、まあ、そこはすごく私はすごく恵まれているといいますかすごく、まあ、信頼して百合子さんにいろいろお話できるのはすごく恵まれてるなと思います。な、うん、なるほどありがとうございいいます、ね、あの私は望みたいにないものを もうねちょっとアホになれるんやと思う、ある意味、ああはい、真逆の転換で返すので、ありがたいですね、ああでも今回あの、この決勝であ、予選で日本記録出る前にあああの、結構マイナスな言葉が出てきてたのでうん、うんあ、これはいいんちゃうかなっていうのはありましたね、もしかしたら、どうどういうことですかえと弱音が結構あったので、<laughs> ああ弱音が吐けるということは、はい、いいことだということ。 なる,なるほど、なるほど、ありがとうございます。さて、あ高田選手あの、いよいよデフリンピックは東京に来ますね、で実はですね、今年の5月に、えー、韓国で開催されました、アジア太平洋マスターズゲームズっていうのがあるんですけども、110ハードル、400メートルハードルで、ハードルで見事、金メダルを獲得されました。あ金メダル輝いいてまますすねありがとうございます その時にですす。ね、ありがとうございますその今、ずっとそういう形でもう4回もあのデフリンピックも出られてですね、今も活躍されているわけですけれどもいつもスポーツと向き合う時に大切にされていることって何なんでしょうかそれを教えていいいたただきたいと思います。スポーツだけではないんですけれども、うん、何でもそうですが一番大切なことはとにかくまずやってみること、うん、それを大切に考えています。うん 私の場合は陸上をずっと続けてきたっていうわけではなくて高校までは野球部でしたで大学に入った後に陸上を始めました中高の時は選抜チームの代表をしていましたので将来はプロ野球に選手になるのが目標でしたけれども高校2年生の時に 肩を痛めまして、うんうん、大学以降は野球を続けるのが難しいということになってしまいましたその時に今から20年くらい二十年以上前のことですけれどもその時は今みたいに障害に対する理解がまだ進んでいない今の世には進んでいない時代でしたけれどもスポーツ をやるときにはき耳が聞こえるとか聞こえないっていうことは関係なく、うん、力があれば選抜チームにも選んでもらえる、うん、聞こえる人と同等に世界に障害差別が、まあ、あ,るけれある社会の中だけどもそのスポーツの中では平等でできるということで。うん 野球は続けられなくなりましたけれどもこれから何かをやっていこうかなと考えた時に陸上が浮かんできたんです野球部の時は一番バッターでしたあの走るのが早かったので大学に入った後は陸上になればできるかなと思って始めました今の自分に まあそれがが今の自分につながっております挑戦したことがない初めてのことだったけれども挑戦をして見てほしい初めてのことにも挑戦してもらってほしい、うん、失敗しても死ぬようなことはない命を落とすようなことはありませんのでやりたい興味があることがあれば、うんうん、積極的に挑戦していくことが大事だなと思っていますなるほどありがとうございます。 山本先生、今、選手の皆さん、あるいは小林さんのお話をお聞きしながらです、ね、スポーツとどう向き合って、何を大切にしていけばいいのかっていう、もうまさにそのど真ん中で今、立ち向かっておられる方々ばかりなんですけれども、いかか。がでしょうか陸上競技の魅力はです、ね、例えばサッカーとかラグビーという対戦型の競技は、これ、 相手がどう動くかによって、自分の評価っていうのを変えなきゃいけない時があるんですね。ところが陸上競技の場合はですね。自分がどれだけのパフォーマンスをしたかっていうのが数字で。出る。 しかもです、ね、短い距離でも長い距離でも自分の考えたところで数字で答えが出てくるんですよね。うん、でしかもそれを自分の体感と照らし合わせながらああよかったあ,あ悪かったと、まあ、こういう総括をしながら進んでいくスポーツなんですよね。うん、言ってみれば自分との対話を簡単なく進めていくとなるほどその会話で習得したものを1、ね、つの間でやり取りをしてコミュニケーションとおっしゃってましたけど、うん、これで自分がどんどんんどんどん高まっていくスポーツなんですよね。うん ですから、スポーツの一番最初の面白いところは、この陸上競技の中にたくさん詰まっていると。で、逆に今話を聞いてますと、苦しかったことが自分を励ましにしてくれたと。苦しむことを楽しめてる時っていうのは、陸上競技はずっと面白いんだろうと思うんですよね。今伺ってて、そんな感じがしましす、ね。なるほど、なるほど。大変勉強しました。ありがとうございます。さあ、それではですね、この今、あのスポーツをやることで。 学んだことあるいは大切にしてきたことということについて少しお尋ねをしたんですけどね今度はあの2025年に先ほどからありますように世界陸上がありそしてデフリンクピックが東京にやってくるわけですけれども国際大会が国際スポーツ大会がですよ東京にもたらすものっても一体どんなものなんだろうというところについてですね皆さん方どういうふうにお考えなのかを少しお聞きしてみたいというふうに思っています。 まずですね田中選手あの、世界陸上が先ほどが出てる東京で開催されますけれども何でしょうご自身のご経験もそうそれから地元の盛り上がりとか選手との交流とかですねあるいはあの地元の美味しいものを例えばいろんな国で食べれるとかそういうものも含めてですね国際大会の魅力っていうのはどんなところにあると思ってらっしゃいますか。 めったに自分では旅行では行けないような都市に競技で行けるっていうのはすごく楽しみの一つになっているのでまあやっぱり東京っていうのは海外の選手からはかなり憧れの土地であることをすごく 逆ににこここっっちが行くくととよてて感じることも多くてオリンピックの時もその時はやっぱコロナ禍でバブル化の中にいたので、まあ、すごく東京の街に出たがっていた選手たちがすごくいて、まあかまあ、行けないので悲しそうにしてたっていうのがすごく印象的だったんですけど、まあ、今回そういった選手たちが街に出てこられるっていうのがすごく私自身もなんか楽しみというか東京の街をすごく楽しんでもらいたいなっていうのは思いますしで逆に。 私自身もそのレースの合間とかにはまあ他の選手の応援にも行ったりとか興味のある種目を見に行ったりとかもすることがあるんですけどすごくやっぱりただの国内の試合とは違った雰囲気といいますかやっぱり国際大会ならではの盛り上がりだったりまあもう肉眼では普段見られないような。 もうパフォーマンスと言いますか人間がここまで到達できるのかっていうのが生で見られるので本当にそれはすごく、まあ、一緒に一度できるかどうかっていう経験なのでぜひそういう東京の方たちには。うんうん まあ見て実際に見に来ていただきたいなっていうのは何回も世界陸上に出るにあたって感じてきまな、うん、なるほどなるほほどどその時ですよ子どもたちをはじめとして多くの人にあの生で観戦できるって今おっしゃるできるんですけどもやっぱり私の競技からすると「ここを見てほしいわ」とか「ここを見るべきだよ」っていうようなとこがあったらぜひ皆さん方にお伝えいただけると嬉しいです。そうですねえっと、まあ 国内,国内というか日本の大会でちゃんと再現できるかっていうのはまだ不安な部分はあるんですけどヨーロッパとかアメリカの大会に行ったらすごくもう客席と選手が特にフィールド競技は一体となって盛り上がるというか選手の記録をもう観客もそのなんていうか一体となって記録を出しにいくという感覚があってそれはなんていうか本当に。 なんていうかみんなが幸せになる瞬間っていうのは感じますし走る競技でもみんながその選手にもう乗り移ったかのようにもう熱狂して見てるっていうのがそのやっぱり選手自身の自分との戦いでもある部分と,と逆にそういったいろんな人たちとのパワーというか熱で。 その生まれるすごい記録っていうのはすごく魅力的です。なる,なるほど。ありがとうございます。最後にあのデフレンピックが同時に開催されますよね。でそれについてはその意義っていうかやっぱりあの楽しみというかそういう部分っていかがですか。そうですね。うん、私はその実際にそのケニアにい たたたにそのデフのの競技の選手とたまたま日本のデフの選手と出会いまして一緒に練習したりとかもしたんですけど本当にもう普通の障害のない方と変わらないその熱量で競技に取り組まれていてそれをすごく肌で感じたのでだからこそ,その世界陸上とデフリンピックとで分けるのではなくて。デフリンピックも本当に世界陸上 いやオリンピックとかと同じようなその熱量というかその本当に選手の醸し出すパワーとかエネルギーとかは変わらないものがあると思うのでそこもぜひ同じ魅力をまあ期待して皆さん足を運んでもらいたいなと思います。なるほどありがとうございますありがとうございました山井先生はいかがでしょうかえ今のあの世界陸上とか普通の大会とかはやっぱり全然違うものなんですか。 そうですね、まあ、やっぱり規模感とその各選手のこう思い入れが大きく違うなと思いますねその時に今度はあの要はあの競技会場だけじゃなくて要するに外に出て市街地に出ての競技になるじゃないですか多くの人たちが多分応援してくださるんだろうという,ふうに思いますけどどこを見てほしいなっていうのっていうのはありますか。もう皆ささん注目されていると思いますが いわゆる駅伝やマラソンと比べてこう何回も目の前を通る種目です、1キロとか2キロのループをぐるぐる回っているので、まあ、なのでレース展開をこう逐一です、ね、動かなくてもまあ終えると思うので、まあ、その辺は面白いかなと思いますねなるほどねありがとうございます今回はまた先ほどのお質問と同じですがデフリンピックと一緒にやりますよね、その意義というのはどんなふうにお感じになっていますか。 うん、まあ僕もいろんなスポーツをこう普段から見ているわけではないんですけれどもこう今年は例えば WBC があったりとかあの世界水泳があったりえ今であったらバスケットボールですかねいろんな国際大会をこうテレビで見てですねまあなんとなくいろうこうんな選手の動きを見てこの人どういう感覚でこういうことをしているんだろうとかっていう想像をこうするんですよね。そういうい意味ではこうデフリンピック のの選手のパフォーマンスを見るということもこう僕はそのなんかどういう感覚でとか何をこうなんだろう知覚しながらそのパフォーマンスをやってるのかってそこはすごくこう興味があってえまあそれはすごくまあ個人的なその好奇心のポイントとしてはそういうところかなと思いますえもう一つはそのまあ本当に単純にのスポーツを応援するというまあ僕も他のスポーツを見るときは単なる応援したので。 なんかその、えー、高いパフォーマンスを見て感動してとか。うん、あのこうまあ、驚きを感じる。うん、そういうその、うん、こう、自分のいろんな感情をですね。他の一緒に見ている人たちと共有できるというのはすごくこう。大きな体験なのかなと感じます。なので、そのまあ、こう。東京全体がとか、日本全体がそうした国際大会をこう通してですね。こう同じ思いを共有して。 こうつながっていくようなそんな機会になるといいんじゃないかなと思います。なるほどね、ありがとうございます。小泉いかがでございましょうか東京でねやっぱりこの国際的二つが開催されるその意味ってどこにあるなって一言で言ったらどうなりますか。そうですねあの、うん、まさに子どもとそういった選手を交流ぜひしていただきたいという思いは強いですね。うんうん、あの私の住んでる地域で。 えー、東京オリンピックの時に交流がありましてツバルという国の,<ー>あのカラロという選手と交流があったんですもしかしたら候補になっているっていう選手なんですけれどもいやカラロどうなったんだろうっていうことで東京1年延期になって、えー、結局ツバルでで選ばれたたんですよねだ恥ずかしながら知らなかったのが陸上競技っていうのは予備予選っていう種目があってその種目に是非見ていただきたい種目で、うん、あの標準記録を突破できてない国1人ずつこう あの出場できるという権利を得てカラロはスタートラインに立ったんですで東京オリンピック3組あって3組中ダントツの最下位だったんですよね無観客の国立でカラロは1人最後までモニターでずっと自分のタイムが一番最後に表示されるのをたたずんで見てたんですね私もあまり注目度が高くないので本当に客席もねあの取材のマスコミの方もほとんどいらっしゃらない中で私はカラロをずっと彼どうだったんだろうって見てたんです。 でモニターに表示された瞬間にすごい叫び声と彼は号泣したんですねえ何があったんかなってねてっきり最下位だったんでよくなかったんかなと思ったんですじゃ NR」っていう表示がありましてナ、うん、ナショナルデコードが誕生したた瞬間だったんです,です、ね、で彼はその瞬間組では23、ね、組全体でも最下位だったかもしれないんですけど英雄になった瞬間を目の当たりにしましてでメダル以外の,あの価値のあるものを見させていただいたので、うん、それがまた東京で。うん 同じような選手たちがこう集まるんだと思うと、そういったところを生で見たいなって思いますね。なるほどね。はい、やっぱりただあのと高い全体として高いレベルもそうなんだけど、はい、その国を代表していろんな国から来られて活躍されている姿を、ね、ぜひ楽しみ。なるほど。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。えー、高崎さんいかがでしょう。あデブリンピックがいよいよやっていきますが、その大会が東京で開催される意義についてはどんなことがあるとお考えですか。 国際大会が開催されるということは、うんまあ、いろんな国の方たちそしていろんな言語、うん、いろいろな手話いろいろな文化が一つの場所に集まるということになります私は今まで知らなかった世界に触れることができるというところが一番の大きな魅力だと思っています、うんまあ、先ほど最初にご紹介いただいたときに まあ日本初のプロの選手としてということでご紹介を頂戴いたしました。そのきっかけは国際大会です。初めて参加した国際大会は2008年。それがその次が2009年台北のデフリンピックでございました。その時に他の国の選手と交流いたしました。日本が好き。 とおっっっしゃってくださる方が非常に多かったんですねどん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 そういうお声をかけていただきましたでその際にいろいろ質問を受けましたあ「日本といえばお金持ちの国だよねだから試合に行くそのお金はどうしてるの?」とかまたメダルを獲得した時にはボーナスがあるのとかいろいろ聞かれたんですで「私は何もないよ」ってで 自己負担だだよっってて言ったんだらら、まあ、オリンピックの選手はまあ国から補助が出いると思いますですけれどもデフリンピックの場合は全て自己負担ということになってますという話をしたら非常に驚かれました皆さんええ,えというふうな声を出してたんですその時にやはり私は社会人になっておりましたので一日仕事をして夜練習をする自分のお金で払ってデフリンピックに行く といいう話をたたしましまそうしたらもう「信じられない」というふうなまた声があったんですね。みんなはどうしてるのって聞いたら、まあ、国からお金をもらってプロとして国のためにスポーツをやってるっていう声が非常に多かったんです。それを聞いた時に私は日本も同じように変えていくべきだというふうに感じました。日本に戻ってきてきから 500以上の企業に私はプロとして契約をしてほしいということでメールを送ったり連絡をいたしましたしかし答えをいただいた会社は23社のみでしたオリンピック・パラリンピックは知名度があるけれどもデフリンピックは知らないごめんなさいというお断りの文句が非常に多い状況でしたですけれども今はパラもデフもプロ選手として数が増えていっている状態ですどどどどん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  いい競技環境になってきているというふうに思っていますしこれからももっとなっていくというふうに思います、うん、なるほどありがとうございました非常に貴重なお話をいただきましたありがとうございました山本先生どうでしょう今のお話を気になっていながらですね陸上競技、世界陸上でオリンピックが2025年に東京にやってくるそのい義というものをどういうふうに我々は捉えればいいでしょうかどうお答えになってますかあの、一番大きな意味はですね世界が一時にやってくるんですね、うんうん このデフリンピックもそうですしそれから世界陸上もそうですけど世界が一時に集まるっていうのは政治的なな活動ででもまずないんですよね例えば G20 とかですねそういっても来る国は限られてるんですところが、えー、世界陸上となりますと前回のブダペストの大会では190を超える国と地域ですねオリンピックは陸上競技に関してみますと103しか出てないんです。 ですから世界陸上の方が世界と交流するチャンスは大いにあるわけですね。うん、そして今は競技力が高いものですから各地でキャンプ地を開く先ほど「t s u って話がありましたけどねそういう意味で言いますと東京だけのイベントじゃなくて 日本中で子どもたちが、ひょっとしたら世界最高の選手とそしてよく知らない国の選手と出会うきっかけそういうものを手にすることができるわけですよね、これは非常に大きな価値があると思いますね。それを同じようにデフリンピックの中でも陸上でわれわれはどういうふうに準備をしどういうふうに結果を受け止め負けたときはどういうふうにしてるのかみたいなものをデフリンピックでもう一度やっぱり見ることができるこれは大変大きなことだと思いますね。はい、ありがととうございます私たちはです、ね、国際大会を開くきに もちろん透明性の話それ,からそれから環境への配慮っていうのは絶対にやらなければなりませんもちろんしっかりそれをやりながらもですねやっぱりあの皆さん今山本先生かお話もありましたけども世界の人たちがやってきてそして陸上というものをの文化をですね広げるだけではなくてボランティアとして関わられる方も多かろうと思いますでその時にはあの選手をもてなしたりあるいは逆に言うとその、えー、自日本の文化の良さをそこで発信できたりですねあるいは あの自分が励まして応援してるんだけどもいつの間にか自分が励まされてるというこういうようなことも起こったりするわけでありますそしてあの何よりですねそのえいわゆる国際大会によって新しい陸上競技ってこんなもんなんだということもまたお二人からですね示していただけるかと思いますしデフリンピックをです、ね、きっかけといたしましてまさにあの聴覚障害の理解 あるいは聴覚障害者の方のスポーツの推進だけではなくてですね例えば先ほどあの拍手を学びましたけれどもこれはまさにこう、えー、いわゆるこう手話がです、ね、日本語と英語のようにですね、えー、いわゆる言語の一つ例えば立教大学を今勤めておりますけれども立教大学では英語とロシア語と,と同じように日本手話っていうのが言語としてございます。 そういう言語としてみんなでこの大会までに学びながらそしてそれを皆さん方であの、えー、実際にこう使えるようになればですねそれはまさにあの障害あの聴覚障害のある方と普通に普通のようなあの会話と。 そして、えー、コミュニケーションが取れるとこういうことにもなろうかというふうに思います。まさにこうそういう私たちはこの大会をやることをきっかけとして共生社会の一歩をみんなで踏み出していこうじゃないかとそういうようなあの取り組みであるっていうこともよくわかったところでございます。さあついにですね時間ももうあの来ておりますからこれ以上時間を使うことはできませんけれどもですね最後に一言ずつですねこの2025年の、えー、世界陸上 そしてデフリンピックに向けてですねあの皆さん方にここを期待してくれここを見てほしいというような,なんかメッセージをですね最後にあのお伝えいただければあありがたいいいと思まますすじゃあさんの方からお願し先ほどのトークショーの時の話にもかぶる部分はあるかなと思うんですけど私はその2025年の東京世界陸上に向けてで感謝を 皆さんに表したいいなとううふうに思ってて、まあ、たくさんの方が見に来てくださる分、まあ、日本の身近な方々に見ていただけるっていうのは一番のモチベーションになるのでそういったは、まあ、走りを生で見てもらえる分その,のびのびと楽しんでる姿を見ていただけるようにだからこそより力をつけて戻ってこれるようにしたいなと思っています。 いや本当に今日はですね昨日アメリカが帰られて明日またアメリカに行くというようなですね中に参加をしてくださいました大きな拍手をお願いしますありがとうございます本当にありがとうございましたありがとうございましたじゃあ山西選手お願いしますはいえー、っとそうですねまあ、今年、えー、うまくいかなかったとか、まあ、負けてしまった悔しさも含めて、うん、自分に足りなかったものともう一度、えー、向き合ってですね、うんえー、まあ、この2年やっ、えー、やっ 行くことこれからまあなのでまあ当日はあ2025年の9月にはまあこれまでこの2年にやってきたことをすべてつぎ込みますのでうん、うん、あのまあ伝わるものがあればいいなと思います。うん、どうぞあの頑張っていただければと思います。皆さん応援しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。えそれの先にですね高田さんの方にあのあのお尋ねをしたいと思います。あのぜひこの抱負についてお伝えいただければ。私は今まで。 アジア大会世界デフ陸上大会でメダルを取,り、うん、取ったことがございますけれどもデフリンピックだけはまだメダルを取れていません、うん、ですのでまず地元のたい初めて開催される東京地元東京で初めて開催されるデフリンピックでメダルことを取ることそしてあの地元の皆さんに感謝を、うん お伝えしたいと思いますそのようにできるように努力していきたいと思いますもう一つはオリンピックパラリンピックは知名度もあってもう100%に近い方がご存知だと思います、うん、でもデフリンピックは知名度が低いです10%ぐらいの方しかご存知ないと聞いておりますでも今日こんなにたくさんのお客様がいらしてくださってこれからご家族や お友達にデフリンピックあるらしいよということをお伝えしていただければ、その輪が広がっていっていくことを楽しみに期待しております。ぜひデフリンピックの応援をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございましたっていうのはこうやるんですかね。ありがとうありがとうございました。皆さんで、ね。 あり,ありがとうございました。だそうでございます。ぜひ覚えてありがとうございました。あり, <laughs> ありがとうございました。さあ、コメンあの古別さんその皆選手の皆様いろいろ話聞いてきましたが最後の激励、そして2025年の期待皆様へとメッセージを一言お願いします。はい、激励、そうですね2年後ということで、うん、逆に2年前を遡りますと、うん、あの田中選手が14分59で自己記録だったんです、うん、東京オリンピック。うんうん でこの間が14分29なので30秒2年で成長してるんですよね。と、うん、いうことはえ次また30秒いやいやちょっとやめて <laughs> ない。と <laughs> ていう感じで 2>, 2年っていうのはねすごい成長が著しいというかあの一気にどうなるか分からないっていう期間短いですけれども選手がまだ新たに出てくるっていうこともありますしそういう意味では。 どんな選手が集うかっていうのもとても楽しみです。うん、で、東京の国立でワーホルム選手が世界記録出したとき無観客でした。数々の,のあの田中選手の記録も日本記録も国立で生まれてます。なので超満員で全体でこう作り上げる世界陸上を期待したいと思います。はい、次があ,ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。<laughs> さて山本先生どうぞお願いします。 陸上競技の結果はです,ね短いんですよねすすすぐ出るんですですからその部分はものすごく華やかですけどもそこに来るために何年も何年も時間をかけておられるわけですねあのテレビで見る瞬間の美しさこれもぜひ味わっていただきたいんですけれど、うん、そこに来るまでどんな努力をしてどんな準備をしているか終わった後にどんな風にして体を休めているかそれは競技場の中でもそうですね一つの試技を終わった後一体どうしているのか。 そういうことにですね強い関心を持って、これから先、まだ時間が2年ほどありますから、いろんな知識を蓄くまえてご覧になると、陸上競技の見え方が全然違ってくると思います。特にお二人の活躍、そして高田さんの活躍、それが新しい目で見える、間違いないと思います。ご準備をどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。 本日はですねあの大変貴重なお話を本当にありがとうございました、えー、私もですねスポーツとそれからスポーツが照らしてくれるこれからの新しい東京の未来がですねあの本当に楽しみになってまいりました2年後楽しみですね皆さんね、えー、2025年の東京大会では皆さんぜひ会場で声援と手話の拍手を あの選手にですね、送って応援いただければというふうに思います。まず最初は手話の今日は皆さん方への感謝を込めて、あの手話の拍手でございます。拍手、ありがとうございます。そして最後には、あの声付きでも結構でございますので。あの大きな拍手で、あの御礼を申し上げた、どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日はどうもありがとうございました。 松尾先生そしてパネラーの皆様本当にありがとうございました。今一度登壇者の皆様方に大きな拍手をお願いいたします。<laughs> どうもありがとうございました。えさて貴重なお話をたくさん聞くことができまして、2年後の この世界陸上も楽しみですし、またデフリンピックも本当に楽しみです。えさてこの後とステージの準備のため今少しお待たせいたします。えその間に今日お写真をたくさん撮られたかと思いますけれどもハッシュタグ東京フォワード二ゼロ二五をつけてぜひ SNS で皆様のお力で発信してください。皆様のその発信力が二年後の東京の 世界陸上とそしてデフリンピックをこの盛り上げる力となるかと思いますどうぞ皆様よろしくお願い致しますえさてこのお時間の相手でも構いませんのでぜひ投稿していただきましてえまたこの後ですね本日 この会場にご観覧いただいています皆様方にはえ後ほどメールアドレス宛に本シンポジウムに関するアンケートをお送りいたします。大変恐れ入りますがぜひこの後ご回答いただけますと幸いです。 さて早いものでシンポジウムも閉会のお時間が近づいてまいりましたここで本シンポジウムの締めくくりとして一般財団法人東京2025世界陸上財団会長の尾形光より閉会のご挨拶を申し上げます尾形会長どうぞよろしくお願いいたします、えー、紹介いただきました 大でございますえ本日は東京フォーワード2025にご参加いただきましてありがとうございましたえそしてこの企画に賛同いただきそして大いに盛り上げていただきましたすべてのゲストの皆様にこの場を借りて感謝申し上げますありがとうございました <laughs> 皆さんどうでしたトークショー面白かったですね 本当にまアスリートは喜びや悲しみや苦悩や感謝や本当にいろいろな感情を持ちながら一歩一歩前に進んで一つ一つ目標をクリアしていっています田中さん山西さん高田さんそれぞれに共通することは 負けない気持ちそして競技を愛する気持ちだと思いますそしてガベージのお二人のパフォーマンスどうでした素晴らしいですね本当にスポーツに共通するものがあります限界をに挑戦しています私は東京オリンピックの開会式の主催会場で総監督だったんですけれどもあのピクトグラムを見た時の 興奮本当に何でしょうね全身にエネルギーがみなぎるような気持ちになりましたそして皆さん動画を見ていただいたと思いますブダペストの世界陸上はアスリートと観客が一体となって本当に素晴らしいものでした北口さんの金メダルそして今まで最多の 日本人入賞数です田中さんの「魂の走り」は日本人の可能性を広げそして若いアスリートの戦うそういった気持ちというもの意欲というものを高めてくれましたアスリートが限界に挑戦するその姿は喜びだけでなく生きる活力になると思います そんな世界陸上がやってきますそしてデオフリンピックがやってきます私たちはスポーツの魅力価値を世界中に東京から発信したいと思いますそして私たちは一人でも多くの人たちに親しんでいただきそして参画していただきみんなで作る大会を目指していきますどうか 会場の皆さん私たちと一緒に歩んでください応援してください2025年を楽しみにしてくださいそれでは今日は本日はありがとうございました野方会長ありがとうございましたご来場の皆さん本日は 本当にありがとうございました。シンポジウムのプログラムムは、こちらで全て終了となります。本シンポジウムにご観覧の皆様方には、後ほどお申し込みいただいた際のメールアドレス後に、本シンポジウムのアンケートをお送りいたします。ぜひご感想などを添えて、ご回答いただければと思います。それでは、お忘れ物のないようにお気をつけてお帰りください。 出口は会場を出てまっすぐ進んだ都政ギャラリー口となりますなお隣接する都政ギャラリーではブダペスト大会の興奮を蘇らせるユニフォームや競技用タイマーなどのほかいつでもどこでも誰とでもコミュニケーションを実現するユニバーサルコミュニケーション機器の展示を行っていますシンポジウム終了後も20時まで展示しておりますのでぜひご覧くださいまた皆様にご案内です ご入場の際にお渡しいたしましたこちらの入館証をお帰りの際に必ずご返却いただきますようご協力をお願いいたしますこちら扉口の表におりますスタッフにお返しいただきますようお願いいたしますえそしてメディアの皆様方にお伝えいたしますえこの後田中美選手と山西俊和選手の囲み取材のお時間をお取りしておりますスタッフがその囲み取材場所に この後ご誘導いたしますのでご準備をして今しばらくお待ちください本日はご観覧いただきまして誠にありがとうございましたありがとうございましたメディアの皆様こちら私ご案内させていただきます囲み取材